浦島太郎昔々、あるところに、優しい男の人がいました。名前は、浦島太郎でした。浦島さんが、海まで行くと、大きい亀がいました。子供たちは、大きい亀を捕まえていました。浦島さんは、亀がかわいそうしてくださいと言いました。 でも子供たちは話しませんでした。子供たちは僕たちが捕まえたから話しませんよ。と言いました。かわいそうな亀が浦島さんを見ていました。浦島さんは子供たちにお金を見せてお金があるからその亀を買うよ。と言いました。子供たちは それならいいよ。と言いました。浦島さんは子供たちにお金をあげて、亀をもらいました。優しい浦島さんは亀を海に放しました。次の日、浦島さんが海に行くと、誰かが、浦島さん、浦島さん、と呼んでいます。え、誰か私の名前を呼んでいる と聞くと、その誰かが、私ですよ。と言いました。浦島さんは見ると、大きい亀が海から出てきました。亀は、昨日はありがとうございます。と言いました。浦島さんは、ああ、昨日の亀さんと亀に聞きました。亀さんは、はい、 助けてくれてありがとうございます。浦島さんは、リュウグウに行ったことがありますかと聞きました。浦島さんは、リュウグウリュウグウはどこですかと聞きました。カメは、海の底です。私に乗ってください。と言いました。浦島さんは、カメに乗って、 海の中に行きました。浦島さんは海の中を見ると、わあきれいと言いました。海の底に行って、亀さんは、ここが竜宮です。と言いました。亀さんと浦島さんが中に行くと、乙姫がいました。乙姫は、ようこそ、浦島さん。私は、竜宮の 乙姫です昨日めを助けてくれてありがとうございます。竜宮を見せます。ゆっくりしてください。そして浦島さんは美味しそうな食べ物をたくさんもらい音楽を聴いて踊っている魚を見ました。ここはいいところでした。おとひめはもうい日。 もう一日。と言って、浦島さんは3年間も竜宮に住みました。浦島さんは、家族と友達はどうしているだろうと思って、帰ります。と言いました。乙姫は、帰りますかここはよくないですかここに住んでください。と言いましたが、 浦島さんは、いいえ、ここに住みません。ここはいいところですが、家族と友達がいますから帰ります。と言いました。乙姫さんは悲しかったです。そうですか。では、浦島さんにプレゼントをあげます。玉手箱です。と言いました。浦島さんは、 玉手箱と聞いて乙姫は「はい玉手箱の中にリュウグウに住んだ時があります玉手箱を開けないでください開けると時が戻りますから開けないでください」と言いました浦島さんは「はいわかりました開けません」と言いました浦島さんは亀に乗って 帰りました。帰ると浦島さんはびっくりしました。家を見ると、3年間でいろいろ変わったなあと思いました。浦島さんの家族がいませんでした。友達もいませんでした。家族はどこに行ったのだろう。ここにいる人は誰？誰も知らないと思っていました。 あるおじいさんに聞くと「うらしまああうらしまさんは700年前に海に行って帰りませんでした」と言いました。えと言いました。おじいさんの話を聞いてびっくりしました。リュに3年ではなく700年住んでいました。 玉手箱を見ました。乙姫は玉手箱を開けると時が戻ると言いましたから、浦島さんは玉手箱を開けると、ここに住んでいた時が戻ると思いました。乙姫さんが、開けないでください。と言った玉手箱を開けると、白い煙が出てきました。煙の中に、 きれいなおとひめがいました。浦島さんはおとひめを見ると竜宮に戻ったと思いました。浦島さんは嬉しかったです。でも浦島さんはおじいさんになりました。煙がなくなるとおじいさんになった浦島さんが一人になりました。